はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。ビッチズハートボーナスステージついに配信されました。こちらのゲーム初めてご覧に なられる方はぜひこれの前作ウィッチズハート、つい最近までね、割とつい最近までプレイしていたので、再生リストから、探してそちらをご覧になってからぜひここを見ていただきたいと思います。ということでですね、データの方引き継いでまいりました。これかな。はい、ということでまた、前作のプレイも本当にありがとうございます。それでは引き継ぎの処理を行います。引き継ぎの処理が完了しました。また引き継ぎの完了したデータで前作を遊ぶことはできませんのでご注意ください。なるほどね、致命的なバグが起こる原因になりますと。うわー、やばい、久しぶりだ。そう、この5つの宝石を集めたところからですね。それではまずは、金色の扉の奥にあるご褒美をお受け取りくださいませ。ご褒美、いやー、やばいな、懐かしいな。ちなみに、こっちには行けるんだ。まあまあ特にね、多分用事はないはずなので、ちょっと待ってね、先に、まあいいか。いやー、行きますか。ついにご褒美をまずはじゃあ受け取りましょう。なんだ、ほ、深海のシャボン玉。何に使うんだろう。使用方法を説明します。深海のシャボン玉を装備し、水場の前でエンターキーを押すと水中に潜ることができる。なるほど、いやすごいなこれ。おお、水底にはあなたの知らない新しい世界が広がっているでしょう。でしょうね。地上に戻る際は魚のマークのパネルの上で決定キーを押してください。了解です。それでは優雅な旅をお楽しみください。幻想空間のみ使えるということですね。了解しました。お、ジゼルちゃん準備はいいかしら、クレアちゃん。いや、やばい、楽しみ。それじゃ、いつもの伝えとくわね。今からあなたは戻りたい時間軸より後にあった出来事の記憶を全て失うわ。特に最後に誰に殺されたかをね。でも私たち悪魔のことは都合のいい部分だけ覚えていてもいいわよ。まあ何度も何度もあなたに自己紹介をするほど私たちだって暇じゃないしね。わっ、見たことのない扉だ。それじゃクレアちゃん、ボーナスステージも頑張ってね。入り口はあっちの扉からになるわよ。了解しました。いや、まあ簡単に前作までのあれを言うと、まあ最後の最後、一応金髪のノエルさん編をやったんですけど、ノエルさん編ではこれはまあ前作全員見たという名目であらすじを説明しちゃいますけど、ノエルさんという金髪の男の子は実はまあなんだろうな、死にきれない悪魔側ではないけど、この屋敷になんか取り付いている形になっていて、でこの女の子は何でも願いを叶える石を心臓に入れてしまっていると。でその石を狙った輩から守って、この屋敷から脱出させるためにその男の子は頑張っているわけですけれども、最後の最後まで、別の人がねこの子を殺しにかかって終わったというところで、まあ彼にとってはもう悲しいエンディングが4つ並んでたみたいな感じですけど、5つかな。うわっ、オープニングだー、クレア・エルフォード。
主人公です。来たー、伝説の秘宝、魔女の心を探せ。アーシェ・ブラッドレー、来ました、私の推しメン、美しき花と悪魔の呪い、ウィラルド・アーノラー。知られざる過去、魔女ドロシーの秘密、シリウス・ギブソン。そしてそして、屋敷の謎と幻想世界、ノエル・レバイン。まだ降参しないの？参ったね。これは面白い結末を期待してるわね。まあ、あんたが望むうちになるかどうかはわからないけどさ。役者が揃ったところで、さ、始めようかしら。やばい、悪魔の皆さん、めちゃくちゃ鳥肌立つ。やばい、もうスタンディングオベーションだもん。鳥肌が来ましたね。めちゃくちゃ楽しみにしてた。よだれ出る。どこから戻るんだろう。多分今回の賭けでは、前回の最後が誰もノエルさんに、あ、一番最初からだ、誰もノエルさんがこの女の子クレアちゃんを脱出させるにかけていなかったことにちょっと腹を立てて、じゃあ次見てなさいよボーナスステージでみたいな感じだったので、クレアちゃんを脱出させることができるのかな。あれ、ここはクレアさん、うわ、みんな生きてる、堂々とした顔で生きてる。みんなクレアちゃんを殺したくせに。あ、アーシェさん、なんと館の主と名乗る方が現れました。今食堂にいらっしゃいます。一度食堂に集まりましょう。あれ、そちらの方は？はじめまして、僕の名前はノエル・レバイン。他にも人がいたんだね。もしよければ僕も食堂までついて行って構わないか？ええ、もちろん構いませんよ。あ、私アーシェ・ブラッドレーと申します。ここで会ったのも何かの縁だと思います。で、よろしくお願いしますね。うん、よろしく。いや、もうバチバチやで最初から。さてさて、食堂へ向かいましょう。了解しました。もうすでに夜ということですね、この感じ。うわー、もうだって出てるもん、全員。化け物全員出てる。え、しかも悪魔も全員いる。でも見えてないのかな、みんなには。あ、どうもどうも。こっちこっち。あはー、こんばんは、かな。え？は？あれれ？その反応、もしかしてお二人さん、ライムさんたちのことご存知なんですかって。ちょっと待って、みんな見えてんの？え、アーシェさん、ライムさんたちが見えるんですか？見えるって、何言ってるんですか、クレアさん。あ、悪魔としてじゃないんだ。私たち女の子4人で探検してたら迷子になっちゃって、ここにたどり着いたんです。4人ってことはルージュはいない。あ、ルージュがいる。ああ、やっと来たの。私たち雨宿りしに来たのはいいものの、屋敷から出られなくなってしまってね。ってことで止めてよ、シリウスくん。めっちゃ
なれなれしいじゃん。はあ？嫌に決まってんだろ。なんで僕が俺た君たちを。それに空き部屋の数もこの人数じゃ足りないしさ。確かに。足りないのか。ちなみに空き部屋は何部屋あるの？え？ああ、4部屋だったっけな。ああ、それなら大丈夫だにゃ。私たちは超仲良しだから全員同じ部屋で構わないし。あとそこのあんた、水色のあんた。はい、私ですか？そうそうそう、あんたさえよければ私たちと同じ部屋に泊まらない？すげえ、女子会きっと楽しいよ。いいじゃないクレアちゃん、私たち仲良しでしょ。いろいろありましたけどね。わあ、おやおやおや、クレアさん、やっぱり女性陣の皆さんとお知り合いだったんですね。そうそう、知り合いなの、超仲良しだしね。えクレアちゃん、いいでしょ。うん、いいかもしれませんね。いやいや、いいわけがないだろう。え？おや？なんであんたが否定すんのさ。私たちがいいって言ってるからいいじゃん。それはそうかもしれないけど、君たち言っとくけどさ、ベッドは一部屋に一つしかないよ。そうそう、一つしかないっぽいよぽいよとか言うんだ。ああ、それなら大丈夫よ。私たちは寝袋を持ってきてるから、ベッドはクレアちゃんに譲るわ。ありがとうございます。はいはい、決定。私たち5人は同室で。おいおい、ちょっと何勝手に泊まるって決めてんのさ。シリウス君ひどい。こんなか弱い乙女5人を見捨てる気？まあどうせ出られないしね、こいつらのせいで。最低。仮病が悪化しちゃうわ。仮病は、はあ？ひどいですシリウスさん。みんなこんなに頼んでるのに。そうよ。ジゼル先輩が死んだらあんたのせいだかんね。いやいや、なんでそんな体調悪そうなやつがこんな山奥探検してんだよ。確かに正論。確かに設計が甘すぎる。めっちゃ面白いなこいつら。ヴィラルド一切喋ってないけど。ああ、わかったよ、止めればいいんだろ。お礼にほっぺにチューくらい鳴らしてあげてもいいよ。勘弁してくれ。わーい、女性陣が頑張ってくれておかげですんなり泊まれるようになりました。イエイイエイ。じゃあ、まもう一回自己紹介でもしとく。私はライムよろしく。シャルロット、趣味はぬいぐるみ収集。ジゼルよ、仲良くしてね。まあ一応名乗っとこうかしら。ルージュよ。わあ、パチパチパチ、よろしくお願いしますね。私はアーシェ・ブラッドレイと申します。細かい自己紹介はさっきしたからもういいですね。シリウス・ギブソンだ。僕に迷惑をかけるのだけはやめてくれよ。ヴィラルド・アードラの、ノエル・レバインだよ。よろしくね。まあ、知り合いだからな、こいつは。クレア・エルフォードと申します。これからしばらくよろしくお願いします。それじゃ、自己紹介も済んだことだし、これからそれぞれの部屋を案内しようかな。もう最初からクレアちゃんは知って
ている体なんだね、完全に悪魔たちを。君たち5人はこの部屋だよ。でも本当に大丈夫かい？はーい。何度も言ってるでしょ、大丈夫だって。鍵は1本しかないから誰か代表が持っててくれよ。ああ、それならクレアちゃんで。頼むわね、クレアちゃん。はい。まあ他のやつらは何とでも入れそうだしな。それじゃ今日はもう解散ね。うわー、こっからどうなんだろうな、めっちゃ楽しみだな。それじゃあデータを1からいきますか。で、これは一体どういうことなんですか？あ、ちょっと待って、クレアちゃん。え？祝9999回目。どういう感じなんだ、ずっと繰り返してるんだノエル、すげえなあいつ。私がやったのはたった4週ですけど、こんなにやってんだ。はい？何ですかこれ。見ての通り9999回目なんです。すげえ執念。9999回目って何がですか？コンティニューの回数だよ。ゲームみたいにポンポン死にやがってさ、シロップス。つまりね、クレアちゃんはこれまでで通算9999回死んでるんだよ。ちょっと待ってください。すいませんが言ってる意味がよく、ま、わからないかもしれないけど今は飲み込んでちょうだい。いいな、このちょっとめたい感じ。つまりお前がどんくさいせいで次で記念すべき1万回目になるっつってんだよ。見ての通り屋敷もどんどんおかしくなってきてるし、そろそろお前死ねなくなるかもね。そんなことあんの？死ねなくなるとかあんの？ってことで、はい、これ、今までのクレアちゃんの死亡写真。趣味悪すぎ。なんですかこれ。やば。無数にある写真に写っていたのは紛れもなく私でした。そしてそのすべてがうつろな目をしていて、ってことでかわいそうなクレアちゃんに私たちから魔女屋敷攻略のヒントを。ですか？ええ、まずお前に何が欠けているか教えてあげる。それはね、人を見抜く力よ。人を見抜く。ええ、クレアちゃんの優しくて前向きで人のことをすぐ信用する性格はね、この魔女屋敷とは最も相性が悪いの。まあそうかもしれませんね。それで散々殺されてますからね。はいはい、ってことでクレアちゃんにはこのグラフを見てもらおうかな。オフオフ。あ、待って、シリウス・ギブソンが殺す回もあるの？まああれか、助けられなかったとかそういうやつかな。シリウス編を見ていただければわかるかと思いますが。なんですこれ。4583-7449-0-137-2530。これはね、あなたのこれまでの死因をまとめたグラフよ。死因？ええ、そう、
なた7割以上の確率で人間に殺されて死んでるのよ。殺されて。ねえ、人を信用した結果がこれなの。ひどいなあ。アーシェがダントツ1位やな。まあヴィラルドも殺してますけどね。まあ、ヴィラルドに関してはもう同情しかしないけど。どうしてこんなことに。私を殺すなんて、そんな、どうして。主な原因はお前が魔女の心を持っているからよ。魔女の心って、あの有名な絵本のことですか。ああ、お決まりのボケかましてくれるわね。一から説明しなきゃなんないのか。シャルロット、ライム、よろしく。はいはーい。魔女の心っていうのは、まあそれがあると願いが何でも叶えられるという魔法の石ですね。何でも願いを叶えることのできる魔女の心ですって。そうそう、そうなの。それをクレアちゃんが持っているの。持ってるって、そんなの。え、持ってないんですけど。魔女の心はね、あなたの体の中にあるのよ。え、私の体の中に。だからあなたを殺すしかそれを入手する方法はないってことだよ。この屋敷の中にはね、お前を殺してでも叶えたい願いを持っている人間がいるのよ。私を、人を殺してもしてでもですか。あのね、クレアちゃん、人殺しっていう人間の禁忌を犯してでも己の願いを叶えたいと思っている人間はいつの時代でも5万といるにゃ。そもそもそれを禁忌と決めたのも所詮は人間だしね。だからね、これは別に珍しいことでもないし、驚くようなことでもなんでもないんだよ。でもアーシェさん、ヴィラルドさん、シリウスさんって、そんな、あの3人が、そんな。まあショックだよね。まあ人間の倫理観なんて状況次第で簡単に壊れるわ。特にこの魔女の心の前ではね。欲のない人間なんていない。闇のない人間なんていない。私たちはこれまでそういうのを本当に腐るほど見てきた。まあだからヘイターっていう、なんか悪魔じゃないけど人間として悔しくて死んで悪魔になったみたいなのがシャルロットとライムちゃんなんだよね。ジゼルちゃんとルージュは最初から悪魔みたいな。ってことでクレアちゃんに私たちからとっておきのボーナスをあげる。なんだろう。お、なになに。アーシェ・ブラッドレイ。お、ヴィラルド。ヴィラルド・アードラー。シリウス・ギブソン。彼らのお話を私たちが聞かせてあげるわ。めっちゃ楽しみ。でもちょっと長くなりそうだから明日からね。そうそう、今日はゆっくりしましょう。それにせっかくだから今から人間たちとおしゃべりしてきたらどうかしら。え、まあその話をされる前に言った方がいいよね。なんか偏見持って見ちゃうから。クレアちゃん、私たちはね、彼らを信用するなって言ってるわけじゃないのよ。
この魔女屋敷で生き残りたいのなら、むやみやたらに物事を受け入れるんじゃなくて、少しは考えなさいって言ってるの。あなたの信用は単なる思考の放棄よ。相手がいい人ならいいけどね。あなたを騙そうとしている人なら、考えるのよ、クレアちゃん。あなたの苦手分野かもしれないけれど、少しでも知るのよ、彼らのことを。この魔女屋敷のことを。そして、すべてを知った上で、あなたがどんな結末を望み、選ぶのか、見せてほしい。選ぶ？そう、選ぶの。かっけえ。さあ、ボーナスステージを始めましょう。やば！めちゃくちゃかっこいいじゃん！どうしたらいい？めちゃくちゃかっこいいじゃん！ちょっとでもこれから一人ずつの話に入るのかな？この度は魔女屋敷に再びお越しいただき誠にありがとうございます。オープニングだー！今回も悪魔喪失で盛り上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。